眉毛。おお、ちゃんと太るの。お、はい、うまい。はい、じゃあスイッチャーやらせてもらいましょう。ちょっと頑張ってみようか。はい、ね、せっかくなんで一つだけやったらダメなことほとんどないんですけど、はい、端っこ持ってください。こっちこの辺持ってくるとこっちから出てくるんで。ああ、そうなると上から押さえるために。割とさっき見てたらピュッと勢いよく握ったらシャーッと出ますもんね。シャーッと、あのシャーッと出るように調整するのがまあ一つこうミソなところです。ほんで描くのがですね、はい、まああのせっかくなんでこのロゴの、あ、スイッチの印、このイラストをね、はい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 、描こうかなと。顔だけ？顔だけ顔だけ顔だけいこうかな。お皿に顔だけ描く、はい、はいはい、いいじゃないですか。せやけどこれ今持ったのも初めてやしね、どれぐらいの勢いで出るかっていうのも分からへんし、ね、まあまあ確かに、まあまあやってみますか。皿容器あるし、そんな感じができるでしょ。そんな感じなの、これじゃあ大きくギャーって描くつもりでいきますよ。あ、その方が絶対ね、そうですよね、絶対ほんならこれどうしよう。お、おし、うまい。いやいや、よう、その昔から書きありますね。失敗し、なんか抑えんと僕の要請だけど、うまいこと書かれますやん。いや、そうですか、はい、全然わかんないです。え、またこれ早速出すぎてます。後で最後に書くと調整しますわ。はあ、ほな、こう、ビャーっといこう。ケツアゴなってるケツアゴやったっけ。え、ケツアゴやんそれいや、ちょっと待って、うん、ケツアゴやった。ケツアゴ、あ、ちょっとケツアゴ、ケツアゴなっちゃったね。髪の毛じゃない、髪の毛だからもうこんな感じかな。まあまあまあね、ほんで、まあまあ、眉毛。おお、ちゃんと太るか。お、はい、うまい。ええ感じ、ええ感じ、ええ感じです。ちょっとなんかメガネやんちゃ感出ましたねちょっと出ましたね、ちょっと出ましたね。でもそれなりにできてますやん。ああ、うまい予想以上に、予想以上にいけます。よう、そんな初めて触ってケツアゴだけやね問題はケツアゴだけです。ここね、うまい、うまい、上手なんですよ。いや、この一応目標にしたのが、はいはい、このイラストで、いいな、これこれ、はい、このイラスト、はい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 、ほんで僕が描いたのはこれでございます。おお、まあ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 、ケツアゴとあのハットじゃないね、帽子が。あ、ハットじゃないね、なんかとんがり帽子みたいなやつ。そこだけかな問題は。 ねでも上手ですよ。そうですか。正確にサイン入れてもらったの、この日付とかサインとか。ああ、そうですね、正確にそんだけ。いや、ほんならスイッチのひらがなで書く、ちょっと想像以上にうまかった。ほんまですか。ほんならちょっと、ほんならよかったら、あの仕事じゃありませんか、うちでできそうね、スカウトさん。ああ、いやー、ほんまに褒めていただきまして。いえ、もうお前お見事で。ありがとう、見それしました。いいよ、そんな、全然まあこんだけ思ったらもういいっすよね終始本当にノリノリ言い方で、ほんまにびっくりしました。ありがとうございます。ほんまにそうで、じゃあ今回もね、匠認定でございます。ありがとうございます。じゃあちょっとここに話してもらいましょうかね、はいはい、ここに話してもらいます。ありがたい、ありがたい、ありがたくはないですね。いや、ただそれ、そうないけどねでは、師匠にとって、はい、匠とはできないと言わない人です。覚えたで、コーチとコージと一文字違い。ご視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちら。チャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録スイッチオン。